いや、もうまさにおっしゃる通りですね。うこの独特の世界観といいますか、ん。うん。まあ、無人島の中で人間がこう過ごしてことをプログラムをやっていくと、どういうふうに変化していくのかっていうところを含めて、まあ、その僕はトム・ハンクスのキャスタウェイがすごく映画ああ、なるほど好ね。きで、まあ、いつかなんか無人島の作品自分も撮ってみたいなとかっていう憧れみたいなのもあったので、まあ、そういう意味でもすごくまあビリーバーズはとてもこう、まあそこまで、あそこまで極限状態にはいかないですけど、なんかそれをちょっと体験できそうだなっていうのもあったりして、なるほまあ、ど。単純にこの世界観が自分の中に本当フィットしていたっていうのはありますそっかそっかそっか。いや、キャスターウェイなんですね。だからそのウィルソンをあれしたね。りとそうか、そうそうそう。歯をスケートのあれであったりとそう。か。なるほど。ああいうの好きなんですよね。へえ。いや、そうそう。だからなんか、この作品に、まあ、ある種こう、挑まれる上で、どういう作品を例えば想起されたとか、まあ、例えば、ジョジョさんから参考として勧められたのかな、みたいなことも思ったんですけど、ご自身の中ではやっぱそういう意味ではキャスターウェイだったって感じですか？まあその無人島っていうところではキャスターウェイですけど、まあ最初この脚本を読んで、まあ原作も読んで、まあどういう方向性に持っていくのかなってすごく僕は気になっていたんですよ。それはエンタメ色にも強くできるし、その、まあ宗教色の方を強く立てることもできるし、なんかこれっていろんな方向性に振ることができるなと思っていて、なんかミッドサマーのような、そうですあね。の不気味なものがずっと続く感じもビリーバーズ僕は愛するなと思ってたんで、その話もしてたんですけど、まあ、結局はそうとはまたちょっと違う、まあ、独自のなんかもうジョージョさんが作り上げた世界観っていうんですかね。だからこういう風に作るっていう話はしてはいなかったんですけど、まあ、自分の中でそういうミッドサマーであったり、まあ、キャスタウェイだったり、まあ、ラース・フォントリアの作品であったり、ああいうなんかちょっと、なんですかね、精神的な部分でちょっと、まあ参考というか、まあ自分がそれが好きだから、まあそういうのをこう思い出しながら、なんかなんとなくこの世界に近づいてたっていうところはありますいや、ね。そう、なんか今、トリアの話があって、僕これ見た時にちょっとドッグビルを思い出すというか、そう、もちろん、ドッグビルに関しては、ちょっとすごい、ある種演劇的そうなですね、ね。作りで、こっちはまあロケですけど、やっぱりなんかこの開けてるけど実は密室だみたいな作りが、いやだからなんか今トリアーの話があってすごい嬉しいっていう。そうですね。好きなんですよね、僕。そっかそっかそっか。まあね、ある種このセクシュアルみたいなものが入ってくるっていう意味でもちょっとトリアー色もあるああ、し。そうか、そうですね。まさに。確かに。それは、結構影響されてるかもしれないです。今もう一回思い返してみると、トリアもものすごくエロスを追求いやしいや、本当たに。人ですから、そういった意味では僕かなり影響されてるかもしれないですね。そこのうビリーバーズを選ぶ際に。そう、だから、なんか先ほどのお話に戻っちゃうんですけど、結局やっぱりこれが磯村さんの初主演映画だっていうのが、こう、例えば磯村さんのお好きな作品であったりとかを見ていくと、非常にこう、グッとくるみたいなところがあって そうですね。つながる部分はありますね、なんねえ、か。本当に、そうそう、そうなんですよ。そうですね。まあ、今回、まあ、これが、オファーいただいてから今まで、まあ、割と時間があって、まあ、他の作品やってたんですけど、その体重とかに関して、徐々に、こう作る、なんだろうな、期間をいただいたというか、ヒゲなもる伸ほばど、なするほど。期間もいただいて、やっていたので、なんか、こう余裕を持ちながらできたっていうんですかね。だからすごくこう、まあ体にとっては不健康なのかもしれないですけど、やり方としては割と今回は負担をかけないやり方で、なんか、体重を減量したりとか、挑戦したり、まあなんかそういう何かに向かって何かをやっていくみたいなのが、とてもこの、まあビリーバーズっぽいというか、なんかオペレーターを知っていく上で、なんかすごいいい時間になってたなとは思いますね。なるほど。そうですよね。だからその、オペレーターの過去みたいなものっていうのは断片的にしか明かされないそうですし、ね。でも演じる上ではね、やっぱりそこも感じさせないといけないから、だからそういった意味でこう、体重を落とす時間が割と潤沢にあった中で、まあ、近づいていくとか、精神性も。ああ、
そっかそっかそっか。でもプレハブにも泊まり込んだっていう。ああ、そうですね。実際の午後の、はい、場所に泊まらせてもらって。すごい。まあ、それもね、一つ、まあ、いい経験になりましたし、うん、まあ、結構雨が降っていたんで、大雨の中、本当プレハブの間から水がポタポタ落ちてきたりして、寝床が畳、この奥に畳があるんですけど、はいはいはい、畳もどんどん濡れ始めて、うん、真っ暗で誰もいないし、うん、本当に怖かったんですけど、なんか、その中でもこうやっぱ生き抜いていくというか、はい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 、信じるものを信じて、うん、なんかね、一生懸命この島で生きるっていうのがなんかもうそれだけですごい、ちょっと感じれたんですよね、自分の中で。だから、まあ、それがなんか院前にできてよかったなっていうのはすごく思ってますね。うんうんうん、いや、そうですよね、うん。やっぱりこう、どれだけなんかある種、本気でサバイバルしてるかみたいなところ、ね。そうですね。だから食料とかも、うん、本当まあなんかコンロみたいなのを僕は持ってきてたんですよ。はいはいはい、で、あと本当にこうパンを徐々にかじりながら暮らしてたから生活してて、うん、で朝僕ドア開けて、はいはい、パンこの入り口のところに椅子に置いといたんですよ。うんうんうん、でトイレ行って戻ってきたら。パンがなくなってて、パンねえじゃんと思って、カーって言って、ちょっとこの上に俺のパン加えたカラスがここでなんかもう取ってやったぜみたいな顔してて、マジで腹立ちましたね。本気で怒りましたもん。カラスに。人生で初めてお前取んなーっつって。パンただ加えただけなのに。なんかそれも含めてサバイバルを僕は感じましたね。なるほどな。ちょっとトム・ハンクス的なところが。本当にその食料がどれだけ大事かっていうのはやっぱね、普段この都会で生きてたら別に買えばいいやってなるんですけど、それが自分の食料だったんで、なんかそういうのもきっとあるんだろうな、この写真とかって思いながら生活しましたね。だからね、それこそ撮影ってまあ約2週間だからこそ、まあ、どういうふうにまあ2週間とはいえずっとね、この状態をキープしなきゃいけないってすごくきついと思うんで、うんうん、どうされてたんだろうなっていうのも気になってたんですけど、はいはい、今のお話聞いて、割とリアルにあったんだって。そう。やってましたね。いや、そうですね。それはまあ僕のオペレーターに限らず、議長も副議長もだったと思うんですけど、うんうん、まあ本当に、結構、ジョジョさんが面白い、こう、まあレール、円形レール使ってぐるぐる回ってたりとか、うんうん、あれも、すごくこう、スタッフさん側も、まあカメラマンさん側も僕らも同じ呼吸にして、うんうん、いわゆる、自分が裏になってる時にセリフ、というか映ってない時にやっぱセリフの番が来ないように、うんうん、みんなうまいことを、空気を読みながらカメラがこう自分のとこに入ってきてセリフがってなるように、うん、なんかみんな自然と意識してたんですよ。相当みんな集中してて、うんうんうん、そういうシーンはでやっぱセリフ量もあるし、うん、宇野さんに関してはもうボン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 言ってほしいっていう情緒さんからの、うん、なんかこうお願いがあったりして、まあ、とにかくなんかみんな脳みそフル回転しながら本当にやってましたね、うん、いやそうか、カメラで、うん、カメラマンさんとの呼吸を合わせて、うん、同じタイミングでやっていくっていう方脳みそも働かなきゃいけないし、働かないですよ。いやこれ大変。いろいろなんかみんなで協力しながら作っていったんで、はいはいはい、まあ本当になんかこう手作り感もあるんですけど、うん、とてもなんかこう映画を愛してる人たちが集まって、うん、このビリーバーズという作品を作っていたなという印象でしたね。うん、いや僕ね白目多分得意なんだと思うんです。僕あれ実は白目意識してなかったんですよ、まあ、特にねその副議長さんとの、うん、その部屋でのシーンとか、こうちょっと絶頂に達するみたいなところも、うんうんうん、僕出来上がり見て、うん、あれ俺白目になってんじゃんって気づいたぐらいやっぱ白目をしてしまう人なんですよね、それはなんか多分普段遊びでよく白目をやってたりするんで、まあ今回はそれがうまくハマってたと自分の中では思ってるんですけど、結構白目は得意だと思います。じゃあ例えばそのジョジョさんから白目向いてみたいな指示があったというよりは自然とそうなってた、もう自然と絶頂に達してたら白目になってたっていうことでしたね。そうなんだ。いやだから本当にそういう意味でもなんか見てる方としてはこれ難しいと思ってたから、ある程度無意識の、まあ、無我の境地みたいなところでそうですね、やってたっていうのが面白いですね。
まあ本当ね、その一発目もやっぱ本当に久々のというか、うん、ずっとやってこなかったわけですから、そういう行為自体を、うん、その快楽っていうのに、うん、だからそういった意味でもなんかこうぶっ飛ぶっていう意味でやってたら白目になっちゃいましたね、うん。あ、ジョージョさんがやっぱそこをすごく、まあ、こだわりといいますか、やっぱずっと撮ってきてらっしゃるので、なんかその辺のなんかこう安心感があったんですよ。あのジョージョさん本番はほぼ1回しかやらなくてですね、それまでは形だけを伝えるんですよ、まあ、こういうキスして、まあ、首の方行って、まあ、胸で、まあ、とかあとこう、まあ、いわゆるピストンをしていて、フィニッシュお願いしますぐらいで説明して、じゃあ本番行きましょう。なんで僕らもその1個に1回に集中できるんで、でお互いどういうのが出るか本番までわからないっていう、そのワクワク感もありだから、実際なんかそういうドキドキ感みたいのも感じながら撮影してましたね、そういうシーンは。そういうのが結構先ほどお話されたように、まあ、いろんな脳みそも含めてフル回転するけれども、うん、まあ、ライブ感もあるっていうか、ライブ感、そうですね、グルーブっていう、なんですか、なんかあるじゃないですか、まあ、セッションですよね、はいはいはい、だからあのその、ね、副議長の北村ちゃんとこう、うん、お互いなんだ絶頂に達するタイミングとかって別に打ち合わせしたいんですけど、うん、なんか合うんですよね、それがちょっとまあ俯瞰して考えたらめっちゃ面白いんですけど、なんで合うねんっていうツッコミ入れたくなんですけど、なんかやっぱ自然とこう、まあ肌が触れ合ってるかっていうのもあると思うんですけど、なんかそういう絶頂が同じになったタイミングとかあるとすごいやっぱこっちも上がる、お互い上がるというか、それがなんか一発目に勝負してよかったというか、一回勝負がいいなっていう、そのジョージョさんそれが分かってたのか分かんないですけど、まあそういうとこのジョージョさんの狙い方というか演出はとても素敵でしたね。そっか、いやなんかね、先ほどセッションという話ありましたけど、やっぱりなんかこう、まあ、ある種の絡みのシーンとかってこうコミュニケーションでもあると思うんですよね、はいはいはい、映像の中では、うん、ってなった時に、まあ、ある種こうどっちかに熱量みたいなものに差があると、うん、結構やっぱり見てる方としてもなんかこうどっちに見ていいのかってなっちゃったりするから、やっぱりこの作品においての、まあ、あの磯村さんと北村さんであったり、うん、まあ、北村さんと野さんであったりっていうところが、うん、やっぱすごく面白いって言ったらですけど、うんうん、合ってる、うんうんうん、でかつなんかそこになんかこうある種のせめぎ合いみたいなものもある、はいはい、まあ、例えば北村さんと宇野さんだとこう、うんうん、お互いやっぱりこう考えてることが別にあるんだろうなとか、うん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 、でそれがある種解放されてるのが多分磯村さんと北村さんのっていうところがあったりするので、うんうんうん、そうだから、まあ、あのラブシーンにおいてもいろんなこう見せ方だったり見方があるなっていうのはなんか改めて思いましたし、後半がかなりラブシーンですね、そうですね、続くからこそ見てる側もどん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 なんかそういうある種の心理戦みたいなのを見てる気になってるはい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 、そうですね、本当後半はもうほぼほぼラブシーンでしたねまたかよってツッコミ入れたくなるぐらい僕も見てて思いましたね、あ、こんなに実際やってたんだっていうぐらい結構詰まってたんで、うん、それでもある種、まあ、その抑圧からの解放ってなったらそりゃそうなるよなみたいな、根本的な、なんていうんですかね、説得力というかリアリティみたいなのがあるじゃないですか、ありますね、そうそうそう、でだからそれこそ、まあ、行為中っていうのは特にそのセリフもある種ないですし、はいはい、見る側としては多分そこの前提がちゃんと理解できる演技を皆さんされてるからこそ、うん、非常にこう回数がある程度重なっていても分かるというか、うん、っていう意味ではね、なんかすごい新たな言語みたいなところが、ね、そうかもしれないですね、思いましたね、うん、コミュニケーションですもんね、一つのね、そうなんですよ、確かに、そうですね、どこかな、まあ、なんだろう、なんか、すぐ近くにやっぱある、あるってところですかね、親近感みたいな、けどそれがとてもこう僕はなんか、危機感にも感じていて、なんかこう現実ではないところって描いてはいるんですけど、うん、それがとても
近くにあるというか、まあ、特にビリーバーズは、まあ、架空のね、こう団体というか宗教団体が言ってますけど、うん、なんか別に僕らに通ずるところがあるというか、うん、なんかそういう答えを言わずに考えさせてくれることが多いと言いますか、なんか考えること大事だよってすごく山本さんから教えてもらってる気がしますね。なんかやっぱり僕たち今現代割と映画も多分そうだと思うんですけど、答えを出しがちな気がするんです。で、僕たちも答えを求めがちみたいな、見る側も。でもそうじゃなくて、やっぱしっかりこう自分自身で考えるというところの大切さみたいのを、なんか山本さんは伝えたい人なのかなって一個なんか僕は思ってますね。そこは僕の中の魅力ではありますね。でもなんかそれこそね、今って脊髄反射で割と言語化してしまう傾向にありますけど、やっぱり今おっしゃったように、ここの中で描かれてるものは何だろうと、もちろんその映画も含めて、考えさせられるっていうところもそうだし、なんか今お話聞いてて思ったのは、このビリーバーズって例えばミッドサマーのように、そのコミュニティに行くっていう過程を描かないじゃないですか、気づいたら始まってるからこそ、こっちの考える余白って広がると思うし、もちろんその断片的に挟まってくる過去とか他の、構成員の方というか、宗教団体の方々はどういうふうに動いてるのかっていうのも後半明らかになりますけど、そういった意味ではすごく、まあ、ある種偶話的でもありますもんね、この作品自体は。そうですね、それをなんか感じますね。ヤクザと家族との、出会い、まあ、藤井道人監督含め、綾野剛さんと出会ったことは、まあ、役者人生にとってとても大きな、まあ、転換期といいますか、一つのターニングポイントだったなって、やっぱ思いますね。それは、まあ、あの映画によってすごくこう映画の人たちに知ってもらうきっかけにもなりましたし、まあ、自分の中でもそのお芝居に対する向き合い方というか考え方も、変わったところでもあるので、非常に感謝していますね。出会いに、作品との出会いに感謝していますし、やっぱ藤井さんは本当すごい監督だなって改めて思います。そうですね、まあ本当最初は映画を作りたいっていうところから、ね、始まり、まあそこからね、一回まず俳優を通して、いろいろと見ていきたいということでお芝居を始めて、いつまにこうお芝居好きになっているんで、まあその好きはもう絶対変わらないとは思うんですけど、まあやっぱりね、映画を作るっていうことをもっと僕も知っていきたいですし、やっぱり俳優というか役者をやってるだけだと自分たちの思いっていうのがやっぱどうしても表現できないんですよね。こうやっぱ作品の役でしか表現できないんですけど、やっぱそう監督とか作り手側になると、今自分が思っていることや発信したいこと、届けたいことっていうのが、しっかりと映画なり何かコンテンツになって届く、お客様にこう伝えることができるっていうのは、やっぱりクリエイティブな方をやんないとできないなって思うので、またトライしていきたいなとも思ってますけど、やっぱりね、監督たちの苦労とか本当にやっぱ皆さん簡単にできねえよって多分言われると思うんですけど、そのなんか思いもあるんで、しっかりと向き合いながら作りたいなと思いますけど、ある種、ある種の作家性がある作品っていうものに、しっかりと出演されてると思うんですね。でかつその、ある種メジャーとインディペンデントという言い方をするなら、どっちもこう横断されて出演されてるイメージがあるので、でそこに、ある種こう監督作も発表されるっていう風になってると、個人的には非常に楽しみでしょうがないなと思います。ありがとうございます。ありますけどね。まあそうですね。まあなんか自分の中でも新しい道を開拓していきたいっていうところで、いろいろと実験している最中ではあるんですよね。やっぱり別にね、メジャーに偏って、でやろうとも別にできるだろうし、前なんとこでこうね、単館いろいろ出てみたいな、映画好きな映画出てっていうことも全然できるんですけども、まあそうじゃない、なんかいろんなやり方を模索していくところで、まあ自分に合うやり方というか向き合い方っていうのも見つけたいですし、なんかまだ今までなんか誰もやってないような
はい、役者の進み方みたいのが見つかると、うん、まあ、それは自分のオリジナルブランドにもなるかなと思って、うん、すごく今まあ模索している最中ではありますね。うんうんうん、いや今年がだからこれのプラン75があって、はい、ビリーバーズがあって、移動事例は音楽隊があって、はい、魚の子があってっていう、はい、でもちょっとドラマも今 ね、 そうですね、ありますし、はい、っていうすごい数そしてすごいこうさまざまなね作家性の方と組まれてきてますけど、じゃあご自身の中でもやっぱりこうあの自分としてのまあある種のこうオリジナルのクリエイティブみたいな方向も考えつつっていうタイミングなんですかね、うん、今は。あ、そうですね、うん、なんかそうですね、うん、見つけようとなんかもがいてるところではありますけど、でも今本当に出会う作品一つ一つがとてもいい現場でとてもいい作品に出会えているので、すごくなんだかあの本当になんか逆に不安になるというか、なんか怖いと言いますか、こんないい巡り合わせが続いていいのかなって思ってしまうぐらいとてもいい経験をさせていただいているので、なんかそれやっぱ無駄にしたくないっていうのもありますし、ちゃんとつなげて行きたいなとも思うので、うん、まあすごい今とても楽しい時期に入ってるんで気はしますね。やっぱアウトデプットをしすぎてしまうとカラカラになってしまったなっていうのを感じる時もやっぱあったんですけど、でもやっぱインプットする時間がないので、もうそれはもうがむしゃらにとにかく絞り出していくっていう感じだったんですけど、やっぱなんかまあリセットって言いますかね、なんか一回脳みそを無にするっていう時間がやっぱとても大事なんだなっていうふうに気づいて、だからまあ僕の場合だったらまあサウナに行ったりだとか、あるいはあのまあこういうサウナに行けない人とかでもどっか何も考えない時間を一箇所二箇所三箇所作ってあげるっていう間に、それはただ木をぼーっと眺めるだけでもいいですし、なんかそういうの作ってあげるだけでとても脳が一回休まってちょっと深く眠ってるところからアイデア出してくれたりだとか、まあそうじゃない時にちょっと時間があれば映画見たりね、本読んだりなんか作品に触れたりとか、外に出てみて誰かと話してっていうところでこうやっぱインプットしていくっていう、そこのインプットとアウトプットがやっぱり綺麗にいってないとやっぱちょっと崩れてきますね。あ、やっぱそうですよね。そうかそうか。いやでもなんか一回無にする時間って本当に大事ですよね。とても大事だと思います、うん、やっぱずっと頭使ってると本当に疲れちゃいます、うん、頭が、うん、脳がかわいそうなんで、やっぱり脳みそもちゃんと休ませてあげる時間を定期的に一日の間に取ってあげないと、パフォーマンス性も落ちると思うんですよね。だから僕は取り入れるようにしてますね。うん、例えばその、まあ、本当に今ねご多忙中だと思うんですけど、最近ご覧になれた映画とかってあります？あります。あの映画館行けるときは行って、うん、まあ、あの配信でもねいろいろ見れるんであれですけど、うん、まあ、僕はもう最近見た中でやっぱアネットはとてもグッと刺さりましたね。やっぱ、うん、面白い演出も含めてやっぱり、だしやっぱこうロックオペラミュージカルっていうジャンルもとても音楽性もかっこよかったですし、もうすぐ俺は見終わった後サントラ買って聴いちゃうぐらいハマって、スパークスのそうそうスパークスのやっぱその冒頭とかの入りとかも、もう鳥肌ずっと立ってて、スタジオからずっと一連でいく、一連好きなんですよね。なんかああいう使い方で入ってくるととてもやっぱかっこよかったですし、やっぱダークファンタジーのねおとぎ話ですけど、やっぱなんかどこかこうなんだろうな、やっぱ社会性を、ね、担ってるというか、なんかただのファンタジーだけじゃないものも感じて、そうですね、あれはだから結局自分の娘を搾取するっていう、ね、テーマがどんどん強まっていくっていう、ショービズってなんだみたいな話もそうだし、すごくあのぐさっと刺さって僕は泣いちゃいましたね。なんかそこもやっぱりこう今まで伺った作品とこの連なるものが、あるんですよ。結局なんか好みがあるんですね、ちゃんと。ずっと好きなんでしょうね。好きですね。先も含めて、いやありがとうございます。なんか本当に面白い話をいろいろと、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。